願わくは花の下にて春しなん、その如月の望月の頃。私は春、花の下で死にたい。願わくは釈迦入滅の2月15日頃に。満月の光を浴びた満開の桜が私と私の死を照らし出さんことを。ウォーカーステーション TV の地下津飛鳥から広川寺ウォーキングは、西行終焉の地である広川の里と広川寺を訪ねるウォーキングです。このシリーズを昨年末に桜咲く春を待たずに亡くなった親友に捧げます。ウォーカーステーション TV の地下津飛鳥から広川寺ウォーキングは、地下津飛鳥からスタートする歩行時間約2時間30分、歩行距離約8km のウォーキングコースです。地下津飛鳥ふどきの丘のゲートから、平岩城跡を目指します。地下津飛鳥とは奈良の飛鳥に対して付けられた呼称です。古くから文化が栄え、現存する一須賀古墳群は102基が確認でき、飛鳥時代には日本古代国家の一翼を担っていたとのことです。現れています。スズメバチ注意。正面のところにも古墳があって、ちょっと登ってみました。左右に古墳を見ながら緩やかな坂道を登ると、大阪平野を一望できる展望台に着きます。古代人もめでたであろう風景を眺めることができます。なかなか綺麗ですね。この曲がってるんですが、奥にツインタワーが見えて、その奥には六甲の山並みが見えるということですが、今日は春で霞んでいて見えません。地下津飛鳥ふどきの丘を抜け、
尾根の道を歩きます。しばらく進み、南北朝時代、この地の豪族、平岩重直が築いたという山城の平岩城跡を訪ねます。来ましたね。もう少し、よいしょ。このあとしばらく山道を進み、岩船神社を訪ねます。岩船神社に、着きました。遠宮と言われるんですね。その奥にもう一段高いところにお宮さんがあります。空海が修行したとも伝わる高義寺を訪ねます。高義寺に着いたんでしょうか。
に着きました。中央町の遺跡 1.5 キロ左、まっすぐじゃないよっていうことですね。河内ふるさとの道を通り、南北朝時代楠木正成の挙兵に応じ、豪族平岩重直が築いた持尾城跡を訪ね、河内の人たちの心意気を感じました。今は休憩施設が建っていました。持尾城跡、持尾城から後から見た、風景です。ここからは晴れた日には淡路六甲まで見渡すことができます。そこからは広川の里を歩くことになります。綺麗に咲いてますね、左側に。この里を詠んだ西行の歌が残っています。訪ね来つる宿は木の葉にうずもれて、煙を立つる広川の里。葛城の山麓に広川寺を訪ねてみると、美しくもみじに埋もれて寂しさをかきたてるように煙だけが立ち上っている。死に場所を探していた私を温かく迎えてくれそうな山里に感じられた。田園風景の中を進んでいくと広川寺に着きます。
広川寺は西行終焉の地として知られています。そして少し登ったところに西行堂があります。西行堂の横の道が さらにその上には西行の墓、西行墳があります。誰もがその前に立てばただただ西行を忍ばずにはいられません。西行の墓を360度ぐるっと回ってみました。
天気が良ければ六甲の山並みも見えるということですので、この方向だったんですね。作業は終了いたします。そして少し登ったところに西行庵跡があります。この場所で桜をこよなくめでた西行は、満開の桜の木のもと、満月と桜に見とられて死を迎えたのです。願わくは花の下にて春し南、その如月の望月の頃、西行の足跡を訪ねる千勝飛鳥から広川寺ウォーキングは、歩行時間約2時間30分、歩行距離約9キロメートルのウォーキングコースです。